もう呆れても話ができないですよね。あんだけ熊本それから大分に伸びる断層帯でですね、震度5震度6のですね地震が頻発しているですよね。でこの断層帯の延長にあるその付近にあるですね、今稼働している仙台原発、それなぜ止めないのですよね。彼らにはね、万が一とか念のためっていう言葉はおいないのかと思いますよ。でこういうの日本もう本当にはっきり書いてどうし何を言っていいのか、怒り心頭に達しちゃって言葉が出ないんですけれども、さらにですね、これ私たち日本人、これね、ここ毎週来ている、もうここに来ている人たちだけじゃなくてですね、世界ね、今原発稼働させてるのは何、フランスの新聞ル・モンド紙でもですね、なんで日本は動いている仙台原発止めないのかっていうのがですね記事になってるんですよ。それが、30万部売れてるっていうんですね、フランスの友達から連絡来たら。これね本当にもうクエスチョンというか七不思議というか、何を考えてるんだ、本当にもう恥ずかしい話ですよね。私は今政治家に誠実さを求めたいと思います。少なくとも周辺の九州全体の、まあもちろん主要構造体ですか、どっちに連動するかわからないからどこも危険ではありますが、とりあえず毎日のように700回超えてるんですか、800回、1以上の地震が繰り返されている、そこに住んでる人たち、日本人です、みんな国民です。この国民を不安に陥れている政治家たち、そして起業家、この人たちの不誠実を、これについて私は犯罪だと思います。この犯罪者をね許してはいけない。